どうもー、ライスゲームズのライスでーす。今回はね、このテイさんのところ、まあ実はね、僕のデータはね、もうやっちゃったので、このね、別のデータでね、テレサをね、でっかいテレサをね、出そうかなと思っております。よいしょーい。お、いいかな？嘘つき、嘘つき、いじめないって言ったのに、こいつをやっつけろ！合体！名前なんだっけこいつ。あ、素早く変われ。つけたもんな。これね、昔のね、やつなんだよな。なんか誰のデータかわかんねえんだよな。誰のデータだ、チビスケって書いてある。誰かさっぱりわかんない。はてなはてなはてなって。しかも俺よりレベル高いけどね。37位、すげえ。めっちゃやってるけど。コインめっちゃあるし。タコチェンジ。そう、こいつはね、こうやって出すんだよ、これ。これね。ハンマーずっと待ってばね、アトミックテレサね、アトミックテレサね、まあ、さっきみたいに出せば簡単に出るという。でこいつからねバッチが取れるんでね、アトミックテレサよ、テレサたちが集まった巨大なテレサね、最大 HP は40で攻撃力は4、防御力は0よ。大きな体で私たちを住み潰す攻撃の他に分裂したテレサをたくさん出して襲いかかったりもするわ。それにこいつの攻撃を受けるとびっくりして混乱したり動けなくなったりするの。ああ、こんなやつに夜中のトイレで出会ったと思うと、ブル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 。あとね、ムキムキボディ、あとこのムキムキボディをね、ちょっとね、説明したいなと思って、このムキムキボディ、攻撃だけをね、こうするのはダメっぽいんですよね。ちゃんと攻撃も防御もしっかり両方やんないと、この、消えないとね、押せないとからね。よし、いいよ。今のところ全部押してんじゃないか。あー、これ左の前はずるいよー。OK、エクセレントイ、防御4。全部押せばね、結構ね、パワーが上がるというね。お、これ170、すっげえ。この人すっげえな。めっちゃやってるじゃん。応援キックでね。あ、これね。A と B をね、これね、同時に連打した方がね、交互に連打した方が早いというね。よーし、じゃあこれで連続ジャンプはつけてもね、OK。それはつけるよ。ねとい。よいしょー。パイピーポイ。はい、OK。残り1。じゃあ、いた。あ、なんかなった。この辺だった？お、思い通りにならない？お、お、お、めっちゃ回復するやん。すげえ強いじゃん。もう続き倒すけど。はいはい、はい、おりー。おー、楽勝。お、めっちゃ高い、高っ。しかもめっちゃ経験値もらえる。お、こんなもらえたっけ？全然覚えてねえわ。おー、あーがい。ということで、ゲット。何かラッキーバトルに入った時に何かいいことが起こるようになると。いやー、このデータはどんな感じ？あー、しょぼいね。あー、しょぼいしょぼい。バッチリストは？お、結構あるし。結構あるし。ちゃんと、100回までは、あ、100回までは行ってないな。結構集まってるし、こいつすげえな。誰のデータ、うつ、しょっべ。しょっぽ。あ、これこいつのデータしょべえな。というところでね、今回はね、アトミックテーサーのね、出し方でしたね。あとね、ここにね、秘密のね、ドアがあるんでね。これ取ってやろう、さすがにね。これはね、わかりやすいからね。あと、メールとかでも確か美味しい。え？なんこれ、なんこいつ？え、なんこいつ、え、あ、戦えるの、あ、これは知らなかった。戦えるようになるんだ。これは初めてだぜ。ぜいやーファイヤーファイヤー、オッケー、残ったらーお、素早く変わる、つけてない。というところでね、今回はね、ここまでにしようかなと思っております。まあ、このデータはね、ほんと昔のデータなんでね、チビスケって誰がつけたんやろか、全くわからんわ。というところで今回はここまでです。じゃあねー。